はい、皆さんこんにちは、ハチでございます。88の大航海時代やっていきましょう。さあ、目指せ希望法です。もうね、次からはああやってスペインに狙われても私はね、あ、だからそうだ、無駄な金使っちゃいけないんだ、あのしばらくはね、そういうことだね、しばらく無駄な金使っちゃいけないんだ。そう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 、前はアフリカの東海岸でやたら無駄な買い物したんだわで現金がなくなって人呼べなくなったんだわそうだね、だからこの場合武器が、あ、でも武器もあれか、石材料結構食っちゃうので、あ、なかなか難しいかもしれないですね。あ、でもあそこよ、あ、でもどうしようどうしよう、あ、いや、あのね、やっぱ同盟国増やしたいよね。かといってどうするっていう話になっちゃうんで、あ、まあ5000ずつぐらい落としていこうか、それだけにしとこうか。あ、でもね、ロングじゃないからね、ロングじゃないとボーナスつかないんだよね、航海経験値に。なかなかもう、あっこ立てればこっち立たないみたいなね、なかなか難しいですけどね。まあでも久しく嵐には会ってませんね。これフラグになったら怖いんですけど、ここで一発寄っていきましょうか。寄ってってちょっとお金落としましょうか。はい、ベルでね。これやっぱ投資をしてると敵対心上がるんでしょうね。なんでだろうね、中立国に投資してるのにね、イスパニアのところに投資してなかったと思うんですけどね。あ、投資できないわ、ここしまった、ベルでは寄っちゃダメだったんだねベルでは寄っちゃダメだったんだね。まあでも補給しときましょう。はい、63タル。ああ、金貨1枚20はちょっと高い気がしてきました。はい、じゃあ行きましょう。なかなかね、26人が5席なので、525、25、125に5人立つか、130か。ああ、525、6、30でよかったんだね、ごめんなさい。130人か、130人でこの状態か、なかなか難しいわね、本当に。今のとこね、このゲーム、あ、そっち行っちゃう、あ、そうだ、コース変わるな、出たら。今のとこですけど、あの、私がおぼろげに分かってるのは、誰かを倒せばいいんですよね、このゲーム、最終エンディング迎えようとすると。それはね、なんかで見ましたから、そういうことなんだよね。ここら辺行ったらアルギンかな。アルギンは寄っときましょうかね、商売できるでね。あ、でもアルギンでは物買えないんだよね、買っちゃダメなんだよね、売るだけにしとかないと。サンジュルジェ、ケープタウンもそんな感じになるのかな。あ、超えちゃったアルギン超えちゃったわ。ここで金買っちゃダメ。ああ、アルギン超えてだいぶ経つか、これ。じゃあアルギンもちょっとパスにしましょう。サンジュルジェ、サンジェルジュ、サンジェルジュだね、言い方は。早く10ガリオンが欲しいな。まあ一層はあるんだけどね。あ、ここがアルギンでしたっけ。
あ、ここアルギンだね。あ、しまった。そうか、ここがアルギンか。はい、アルギン入れましょう。アルギンでちょっと投資をして、ドメコだったらいいんだけどね。多分ドメコじゃないと思いますんで、はい、一応これ見てみましょうか。ちょっと飛ばしましょう。ああ、ポルトガル同盟校だ。ああ、どうしよう。じゃあね、5000だけ落としていってあげようかな。いや、同盟校だからいいか。もう金あるし、ね、金あるしいいということで。じゃあお金いっぱいたんまり持っとく。うお、めちゃくちゃいいわ。すごいいいね。売っちゃおう。はい、金が目いっぱいになりやしたぜと。じゃあ出ていきましょうか。うん、次はケープタウンだったかな。うん、62日も公開できるんだったら問題ないね。私これ A50 を300、B から150にして、B 以下を150にしてね。4席で150だったら、あ、結局900人か。900人だったらほぼ満タンで、周りで10日なんだよね。もう戦争するだけになったらいいんだけど、もうね、荷物は全部水と食料にするとかね、そっちでもいいかなと思うんですけど、でもそれで20日ぐらい回れるようにして、まあ20日あったらいいんだろうけど、常に戦争して分取っとかないと補給物資が間に合わないよね。あー、難しいね、そういうのを考えたりすると。だから全部10画量にしなくてもいいのかもしれないね。あ、でも10画量にしたら結構量乗せれるんだよね。700とか積みますもんね。700はでかいよね。まあ100問、方が100問取ってとして、ここ上がサンジュルジェだったかな。サンジュルジェ行かなくてもいいかな。ちょっと今回はもういろんなとこ回りたいというのがあるんで、まあ回らなくていいか。もうやることって言ったらあれですもんね。やることと言ったら投資しかないのでね。絶対物購入しちゃダメだからね。物購入して、まあ偉いことになったからね、しばらく売れない地獄が続くんでね。そうなると、現金欲しい時に現金が手に入れれないっていう事象にはなるんで、同盟庫だったらね、値引きさせれるので、さっきのリスボンみたいにね、武器を50で買ってそのまま売ったら60で売れるってなったら利益出せんでしょうけどね。あれ本当あれ本当、もう攻撃所のおやつさんも大分かりだね。武器50で売って60で売って60で買わないといけないってなるとね、本当ちょっとむちゃくちゃな感じになっちゃいましたけど、もうケープタウンの方なのかな。よいしょ。まあ今回は回るのを、回るのを、あれとしましょうか。メイン一番の目標としましょうか。あ、ここはちょっと寄りましょうか。ここは言っときましょう。
もうこのゲームもうパート100を超えたんですよね確か。あ、ロアンダ聞こうしましょうね。ああ、ここ補給庫か。ああ、84太郎ね。そういえば私みんな中性度大丈夫なのかな。ちょっと中性度覗いておきましょうか。確かね、70以上あると思うんですけど、人物ね、仲間、マルコさん100なんですよね。で、ニコラさんも100、ロスワルドさんも100、あら、これ75か。フランシスコさん、78、ミゲルさん、50、あ、ミゲルさん悪いな。アムルさん、88、クライホさん、100、あ、クライホさんお金あげたもんね。あ、ミゲルさんにお金あげよっか。うわ、フェルナンドさんめちゃくちゃ悪いわ。まずフェルナンドさんとミゲルさんにお金あげよっか。指令ね、分配、まずフェルナンドさんだね。999ね。まあ景気よく、いや、闘病じゃない、景気よく、え、何してんの。あ、分配だ、分配。ミゲルさんにも999あげよっか。はあ、でもいいよね、光栄さんのあの SLG にすると中性が1回で、ああ、でも昔のやつは1回でいいのか。いや、でも、ヘッドハンティングされないから、ね、ヘッドハンティングされないから、もう、序盤なんか上げなくていいもんね。光栄さんの RPG にしては珍しく中性度にあまり、ね、大きな配分しなくていいと。まあ、戦争になった時には逃げられちゃうんで、でも戦争始まるってだいぶ後だからね。そう思うと。中性においてはすごく優しいシステムだね。じゃあもうケープタウンも取り越えよっか。とりあえず中近東、中東の方とインド周り、アジア、西アジア、中央アジアで日本の方行って、そっからどうするかだね。北極周りで帰ってもいいんだけど、どこまで行けるかちょっと見てみたいものがありますからね。投資しなきゃ戦争は始まらないのかな。あ、そうだ、ここでちょっと一発使ってみたいのが、情報でね、地形っていうのがあるんで、地形を見ると、あ、周りが見えてんのか。この周りに何もないっていうことを今言ってんだね。確保に乾燥した方がいいのかな。戦争を始めるまではね、こんなに長い距離走るんだったらそんな気もしてきましたね。なかなか難しいところですね。あとはレベルの低い人に合わすから、今レベル5かな、5ぐらいだよね今一番低い人は。
ちょっとケープタウン寄るかな。どうしよう。あ、でもまだ370もあるもんね。で、ここでもう一度地形を見てみると。おお。と思ったら時間よくなっちゃったね。じゃあちょっとこの辺で終わっておきましょうか。これ次一回抜けたらケープタウンかな。あ、そうだ、私31人にしようというのを話が全然通ってないわ。あ、じゃあね、この辺で終わっておきましょう。この後はとりあえずケープタウン向かって近東ってなんだ、中東だね、中東の方に行きましょう。というわけで終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。